でこの対決が実現してしまったか。どっちも強そうですね。スタートだ。ラウンド1ファイト。注目のファーストラウンド、何が起きる。どっちも強そう。さあここでチャージを一つ。さあラウンドはまだ序盤。ここからどう攻めるんですかね。技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。どちらが仕掛ける。なんか読み合ってる感じですかね。わかんないけど、馬場で様子を見るか。飛び道具はリスクは高いが、飛ばれなければ最強の地上技となる。さあ相打ちが起こって、互いに与えたダメージはほぼ同じ。ここから試合は中盤となる。ここは飛び道具での牽制、圧力をかけていく。うまくラインを押し返した。互いの呼吸を読んでいるか。お、どうなるんでしょうか。どうなる。届いた。ナイスナイス、かっこいい。ギリギリの接戦でしたが、見応えあったんじゃないでしょうか。いやいい勝負。抜きちゃった方も惜しかった。次次、弾は確実にさばいていく。さあ片や入りで強化状態。序盤の主導権はどちらが握るか。こっからこっから、大一丁。いいよいいよ。若干百列相手、ゲージを使う判断どうなるか。ナイスナイス。ここで SA にゲージを回して、まとまったダメージを取りに行った。どうしたどうした、これ結構有利ですよね。さあこれで画面端、後がなくなった。 KO。 おお、しっかり倒し切りましたね。この勝利は精神的に後引く大きな意志。両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。なんかワクワクします。さあ開幕、両者はどう動くか。気合入ってますね。うまい。上は通さず、まで様子を見るか。飛び道具はリスクは高いが、飛ばれなければ最強の地上技となる。ナイス。さあ回ってプレッシャーをかけつつも、ここは投げを見せてガードを崩す。お、どうなる。プレイヤー1、さあ KO まで。綺麗に決まりましたね。やや一方的とも取れる試合となりましたが、どうでしたか。めちゃくちゃすごい攻めでしたね。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。一瞬の油断が命取りですよね。プレイヤー1、先ほどのラウンドでは一方的に押し込まれてしまった。このまま自分のプレイスタイルを貫くか、戦略を変えてみるか。一方の余地あり。なるほど、インパクトはさせない。いいガード。プレイヤー2、先手を取った優位を生かせるか。このまま勝ち切ったらかっこいいですよね。いいよいいよ。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。この感じはバーンとしている。なんかこっちが緊張する。ここで SA、 試合を動かしに行く。何これ、すごい。一気に体力を奪って KO。 圧巻のコンボ選択だ。綺麗に決まりましたね。盤石の立ち回りで危なげなし、お見事。さあこのマッチアップどうなるか、展開に注目していきたい。お互いに頑張ってほしいですね。さあファーストラウンド、注目していきましょう。ビシバシやり合ってるところが見たいです。すごい。打つかすかすか、踏み込むか、地上の駆け引きの間合い。さあ中段はしっかりガード、そしていいガード。どうだ、画面端のいい状況を作った。何か狙ってるんですかね、これは。体力差はある。あと少し。ここは飛び道具での牽制、圧力をかけていく。これはいいめくり。強化昇竜を当てていく。この隙は見逃さない。パニッシュカウンターからの反撃。 KO。 決着ですね。プレイヤー1、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。勝負はまだこれから。
って感じですね。そうなんですよね。次が始まります。ここで大一丁投げ、接近を許してしまった。対空きっちり、いいですね。体力差があるこのビハインドをどう埋めるか。このまま押し切るんでしょうか。さすがに。さあ互いの狙いは互いに見えているか。両者ここで押し込みに。ちょっと何ですか今の。ジャストしているということは互いの制空権が触れ合い続ける。捕まえて投げ飛ばす。ナイスナイス。投げを使ってガードを崩す。プレイヤー2、潤沢なドライブゲージを使って体力差をひっくり返せるか。体力差はある。しかし飛びはバレバレ。いいですね。中断、しかしさせない。ちゃんとガードしてる、すごい。中断立っている。いいよいいよ、ナイスガン。 KO 決まった。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。めっちゃいい試合でした。準備は OK、 では早速見ていきましょう。飛躍がこっちまで伝わってきますね。さあファーストラウンド注目していきましょう。かっこいいとこ見たいです。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。ここからどう攻めるんですかね。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。ラインを押し戻して画面中央へ。ジャンプからの攻撃は許さない。うまい。どうだ。時間だけがゆっくり過ぎていく。いやーここ気が抜けないですね。ガンガン前に。これはパニッシュカウンター。ここから大きなチャンスとなる。ナイス。さあしっかりと距離を取って。さあ逃げ場はなくなった。どう仕掛ける。何か狙ってるんですかね。ここで SA 火力を上げる。 KO。 ナイスナイス、かっこいい。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。今後の展開にも期待していきましょう。打撃はファイ投げ。さあここから天才か。両者何を狙ってどう動くか。どちらが先に仕掛けるんですかね。スーパーズツキ SA 発動。そして何これ、すごい派手でいいですね。二人ともやる気満々だ。プレイヤー2、ゲージよりこのチャンスを生かせるか。ズツキが飛んできた。やっと噛み合ってしまった。いいですね、倒しきる。綺麗に決まりましたね。随所で駆け引きが有利に噛み合った印象。一気に走り切ったを制するのはどちらか注目していきましょう。よろしくお願いします。楽しめそうじゃん。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。始まりましたね。さあここでチャージを一つ。どうだ。打つかすかすか踏み込むか、地上の駆け引きの間合い。画面端に追い詰めた。ここが大事。何か狙ってるんですかねこれは。いやーどうだどうだ。時間なくパーフェクト。やりたいことが全て噛み合ったか。ナイスナイス、かっこいい。見てる我々にも伝わるほどのいいリズム。これを止めるのは難しそうですね。いや強すぎません。すごい気迫みたいなの感じます。ここで大一丁投げ、接近を許してしまった。上から来た。プレイヤー1、体力を先行して展開を作れるか。このまま押し切るんでしょうか。行く。大胆にチャージする。どうするどうする。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させ突っ込んでいく。ラインを上げつつダメージを取る。慎重ですね。うまくワンチャンス、うまく投げが通った。今の完璧。プレイヤー2、キックか。見事なドライブインパクト、フィニッシュ。名勝負。ギリギリの決着、緊張感がありましたね。いやー熱い戦いでした。